う帰るぞ。それにしても一番初めのチョップで完全に気絶しないとはな。どれだけ打たれ強いんだ。そこは褒めて使わす。昨日今日といろいろあったが、お前どうだ。文学少女の俺ともまた会ってみたいか。うん。が、なんだ。味があるとは無礼な表現だが、まあいい。お前の発言よくわかったぞ。いい馬力で走る。まだまだ速度を上げますよ。振り落とされないように。ああ、上等だ。落とせるものなら落としてみよう。昼間は自転車に思考回路を移されてましたからね。バイクに戻れるときは張り切りますよ。あの馬力に振り落とされないとはさすがですね。だろうともさ、さすが幸運のクローンだよ。質問なのですが、あのスイスイ号は自転車だったりバイクだったりどういうからくりになっているのですか。スイスイ号の本体は取り付け可能な黒い小さな箱さ。取り付けた乗り物を操ってしまうわけですね。ではあのバイクは一体いつ出現したのです。それは私が前もって製作しておいたのさ。幸運が目覚めた日に無人で倉庫から飛び出したんだ。スイスイ号が遠隔操作したんだろうね。マープルは聡明ですね。私の母親並みですよ。どうした？振り落とせないのか？高三です、清掃。いいパワーアップをしているな。よしよし。おお、強化されたスイスイ号を乗りこなしましたな。もう深夜か。今日はいろいろあったな。いろいろといえば、昼間ヤマトに見られた見られた、俺の裸。急に集中力が乱れ始めましたね。この村っ気は本当に悩みの種だね。朝からカレーって野球選手みてえだな。たまにはいいんじゃないのかな。ヤマトは葉桜先輩にここ数日つきっきりだよな。どうなんだ先輩は。確かにそこのところはきっちり聞きたい所存。僕がルーを足しておいてあげるから、その間に答えてあげなよヤマト。それが楽しいのか？ヤマトはそうなるとつきっきりになるからね。それでこっちが惚れたらお友達でなんて生殺しすぎると思うよ。なるほどな。父様、量多すぎないですか？大丈夫だ。日本の朝はがっつり食べるものなんだね。朝しっかり食べないと力出ないからね。はい、ヤマト、ルー隠し味を投下しておいたよ。ま、トラブルに巻き込まれやすいのは毎度のことだな。こっちを巻き込むんじゃねえぞ、めんどくせえからな。それはどうかな、源さん。俺はそろそろ学園中を巻き込んだイベントが起こりそうな気がするんだよ。やめろ、
お前が言うと現実になりやすい。さてさて、どうなることやら。見た見た、マユッチ、模擬戦だって。6チームに分かれてのリーグ戦なんて野球みたいだよね。キャップさんの予想がズバリ的中で驚きました。プレミアムチャンス、武蔵の武名今こそ高み。今校内は模擬戦の話題で持ちきりになっている。皆さん気になっていると思います、模擬戦とは何か。そこで今日はニエスの王者である我が皆に解説してやる。助手のあずみです。成長しない悪い子は夜中何かが迎えに来るので気をつけてくださいね。頼んだぜ、俺は見守っているぞ。楽しているな。模擬戦とは中規模な集団戦である。だいたい150人ぐらいずつの軍に分かれて集団による一斉戦闘を行います。本来はもっと簡易ルールでやる予定だったらしい。大将を倒せば勝ちとかね。ところが幸運も出てきたことだし、本格的なルールでやるんだとさ。いろいろとめんどくさそうだね。いや、まったくね。引き分けはありません。制限時間30分以内に勝敗がつかなければ判定に入ります。個人の能力と同じぐらい大将の指揮能力と軍師による作戦能力が問われる種目となりますね。これが大規模な集団戦になると川上大戦と呼ばれるものに変化するらしい。川上大戦は予算かかるんで滅多にできないらしいな。グランドをそれに合わせ拡張工事するそうです。相当だだっ広くなるとかな。今回においても金かかってるだろ。なんだか源氏の血が騒ぐな。正式ルールにのっとると具体的にどう進行していくのじゃ。模擬戦復活を希望している者たちで全6チームを編成してもらう。1チーム最大180人、試合に出られるのは150人。開始は7月の20日から8月22日までが第1期。テストが終われば即戦闘というわけだ。毎週月末にリーグ戦を行い、第1期終了時に勝率1位のチームには記念品が贈られます。記念品は川上の名産品の数々だな。川上マスカットや川上キノコなどなど、珍品揃いで売ると金になる。個人で楽しむのもいいな。それじゃ僕たちのようなエリートは参加する意味が皆無って解釈でいいのかな。いや、優勝チームには成績も優遇するらしいぜ、正式ルールだと。そうなると話は別だな。参戦させてもらいますよ。参加は必須じゃありません、好きにしてください。チーム同士の人材のやり取りは自由なんですか。全シーズン通して1人1回だけ移籍が可能です。これは人材ハントが鍵を握りそうですね。なお外部助っ人枠というものが存在する。まあ野球に外国人が混ざっているようなものだ。助っ人枠は3人までです。で肝心の6チームはどういう区分けじゃ。まず一つが決まっている。源義経、お前は源氏軍を立ち上げてくれ。はいわば模擬戦によるアイドルみたいなものですね。義経が総大将、よし頑張るぞ。そしてもう一つが覇王軍、これも外せぬな。さらに秀夫様の久喜軍も設立を宣言します。源氏軍じゃないのか。さらにこの模擬戦の仕組みを即座に調べてエントリーをしてきた頼もしき野心家たちがいる。この者たちも総大将とする。地元との結びつきが強い武蔵小杉の武蔵軍、個人的に相当危険だと思う松永ツバメの松永軍、そして福本育郎の福本軍。最後なんじゃそれ、福本って
あのニエフの猿か。あいつ権力を握ってエロいことしようとしてんな。それだけのために軍を起こすとはやるじゃないの。これら6チーム、どこに入ろうが全てはお前たちの自由だ。勝てそうなところに入るのもよし、厳しいところに入り目立ち名を売るもよし、生還を決め込むもよし。これにて模擬戦の説明を終了する。質問ある人いますか？人材の勧誘はいつ行っていいのだろうか？正式には今日の16時からだ。だが最初の一人だけは即時勧誘が許可されている。というわけで安住頼むぞ。はい、受けたまわりました。一人か。弁慶、与一、義経はどちらも大事なのに。かわいいね。悩んで悩んで、いびつな忠誠心じゃの。面白い学園だ。学園生活の中に戦争を盛り込むとは。これはかつてない嵐になるな。面白くなってきましたね。夏は模擬戦一色になりそうじゃの。ってことなんだけど、ももちゃん、こんな時だけ甘い声出しちゃってけしからん女の子だな。ツバメ、松永軍でその力存分に振るってみない？断る。私は山ごもりだしな。それまでは怠慢に精を出しているさ。ありゃま、一撃で吹き飛ばされた剣でジジイにもどやされてさ、修行一からやり直しだと。ちぇ、まあ荒くなってたのは確かだし、しょうがないか。はあ、せっかく見つけた隙がなくなっちゃうね。とりあえず武神不参加の表明を出しておこう。わ、私が武蔵軍にですか？そう、最初の一人はあなたを選びたいわ。天聖の娘としてその力を貸してちょうだい。戦友となりましょう。戦友、つまり友、ジャマイフレンド。1年生を中心としたフレッシュな軍にしようと思っているの。1年生、同年代、戦友、お友達、真由澄幸恵、僭越ながらやらせていただきます。ありがとう。模擬戦とはなかなかに面白い趣向よな。うん、まずは8月で第1シーズン終了だったな。差し当たり第1シーズン優勝だ。直江大和、軍師として尽力するがいい。とはいえ我が軍の戦い方はシンプルでよかろう。俺が突撃を仕掛けて終了だ。簡単簡単。うん、では勝つためにいかにする軍師？うん、学園は広いぞ。誰を狙う？任せる。使えるやつを選べ。覇王軍入り希望します。都をあっさり決めるんだな。
自分はどうしようかな。源氏軍に惹かれているんだが。おお、そこまで自分を買われては仕方ない。わかった。ぜひ頼む、和子さん、腕を振るってくれ。義経が私のことをそこまで。ヤマト、ごめんね。私、源氏軍に行くわ。あ、悪いけど俺様ともろは福本軍って決まってるの。勝ち負けで判断しているんじゃねえよ。四八には恩義があってな。だから俺様はもののふの意地ってやつを貫き通すぜ。あ、はい、いいですよ。あ、松永先輩だよ。俺を松永軍にスカウトするってさ。風紀は自由ってのが気に入った。お、京極は OK のメールが来たぞ。源くん、賛成に礼を言う。ま、俺も源だからな。名前的に源氏軍が一番しっくりくる。源さん、私たちも剣道部も仲間に入れてほしいの。北畠さん、ありがとう。義経のチームだけあって良い子が多い軍になりそうだね。水が合わねえ。他に移ることは許さないよ。そんな脅しに乗る俺じゃないが、移りゃしねえ。兄上、我が集めた手勢です。よろしくでありんす。どんどん集まってくるな。これも秀夫様の人徳によるところです。うむ、すぐに人数オーバーになるだろう。私たちも協力させていただきます。ハゲのやつは見事に裏切りやがったな。まあスポーツですから、たまには違うチームというのもいいのかもしれません。ヒューム君は出るのですかな。桃代が出ないのに俺が出ては大人げがない。俺は審判役に徹するとする。楽には勝てませんか。水泳部の使える奴ら連れてきたぜ。俺たちも納豆小町に味方するぞ。おおとも、規律が自由なのが気に入った。おお、有名な奴がどんどん集まってくるじゃないですか。予想通りの人材が集まってるね。ももちゃんを倒すことが難しくなってきた今、こうやって部名を上げないとね。S 組のほとんどはモン様に持っていかれちゃったけど、それでも1年の勇士たちが集まってるから OK かな。安心するのじゃ武蔵小杉。こなたが来たからには勝利は確実じゃぞ。私、役に立てるのかな。大丈夫ですよ、一緒に頑張りましょう。学園の爽やかなイベントなんて俺たちでぶっ潰してやろうぜ。おい、優勝商品を売りさばいてみんなでアレナグッズをいっぱい買うんだ。俺はどんな性癖でも差別しない。こだわりを持つ男たちは俺の元に集うんだ。うわ、人数が思ったよりいるな。これは面白くなってきたんじゃないの。これが模擬戦の全貌だ。面白い思考だな。
学園を挙げての戦闘とは美しいな。戦争とはそれぐらい壮麗でなければ。7月半ばから模擬戦か。面白きところよな、川上学園。